それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係性の恋の行方、片思いの行方について見ていきます。よろしくお願いします。好きなお相手が今あなたのことをどう思っているのか、どんな印象を受けているのか、そしてその人と仲良くなっていくためにはどんなアプローチをしていけばいいのかというところを見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカードを使ってこの恋のテーマ、現在のテーマもらっていきます。はい、自由のカードですね。まず自由というのをテーマにして深掘りしていきます。これはお互いが自由に動いていくのかっていうところが大きく関わってくるんじゃないかなと思います。次にルノルマンカードを使ってお互いのバランスっていうところを見ていきます。その後にお相手が今あなたの好意、好きだっていう思いに気がついているのかどうか見ていきますね。何かこういい兆しっていうのが出てきていますね。はい、4枚出してみていきます。うん、そうですね。最後、無知のカード出てきてはいるんですが、お相手のところ、お相手を示しているところに太陽のカードが出ています。すごく今明るい状態っていうのが入ってくるので、恋愛に対して前向きに考えていたり、またはあなたへの印象っていうところでカード1枚足していくんですが、前向きに捉えてくださってるんじゃないかなと思うんですね。好印象を持っているとかっていう可能性が高いですね。あなたの方を示すところに道のカードが出てきています。自分の中で今お相手と仲良くなるための方法を探している、模索中とか、どんな道のりをたどっていけばいいんだろうっていうところで悩んでいる方多いのかなと思います。そうですね、こう進めていく勇気が出ないとか、前に進んでいくその術がまだ定まっていない、ただこの恋愛動いていけばもっと仲良くなっていけるんじゃないかなっていうところは出てきています。そしてそうですね、この今回の今現在のテーマとして考えていたいのは無知のカードで、この他の3枚と合わせてみるとあなたの中でも今覚悟が必要なんじゃないかなと思うんです。自由に飛び立っていくための翼はもう持っている、あとは飛び立つだけだよっていう風に入ってきていますね。進めていくかどうかっていう覚悟が今まだあなたの中では不安の方がね勝ってしまって、動いたところでお相手から嫌な顔をされたらどうしようとか、断られたらどうしようっていうところの気持ちが強いんじゃないかなと思います。ではこの後タロットカードを使ってお相手の今現在のあなたに対する印象だったり、あなたとどんな仲になっていきたいのか、そしてそのお相手の気持ちから読み取ってどんなアプローチをしていけばいいのかなっていうところを持っていきます。まずこちらのカード一度寄せていきますね。ただお相手がね太陽出ているので、何事も前向きに捉えてやってみてくださいっていう風にねカードが後押ししてくれているように感じます。では早速見ていきましょう。今回はケルト十字というスプレッドを使ってお相手の今のあなたへのお気持ちをもらっていきます。そして浅い関係性ということで焦点を当ててみていますので、そのようにお伝えしていきます。なので今これから仲を深めていこうっていうところですね。深い仲になっていくために、
では一旦価格を確認します。お相手からのあなたへのお気持ち、今現在というところで仲良くなりたいっていうのが入ってきています。やはり好印象っていうのが出てきていますので、自信持ってください。普段から明るく笑っているあなたの顔が好き、笑顔が好きっていうのが入ってきていますし、表情をよく見ているんじゃないかなっていうふうにも感じますね。はい、とてもいいと思います。これから先、そうですね、そのまず心の通い合わせっていうところが今後のお相手の望みとして入ってきています。まずは仲良くなっていきたいっていうところですね。今お相手の中でもあなたに対する気持ちが向いている状態、興味があるっていうふうに言ったらいいのかな、仲良くなってみたいなとか、あなたってどういう人なんだろうとか、最近知り合ったっていう方も多いかもしれません。バンドの8が入ってるから急展開なんですよね。物事は突然始まったとか、出会いは急激だったとか、思っても見なかったところで出会ったよっていう風なのも入ってきていますし、第一印象がすごくいいんですよね。恋愛対象として見ているし、一目惚れっていう可能性も高いです。カップのエースラバーズっていうところで、お相手が感じていることっていうのもすごくいいですね。まずはあなたっていうところがまだ浅い関係性だから、仲良くなってみないとどんな人なんだろうっていうところまで具体的に見えていないので、まずは中身を知っていきたい、もっとね深く知っていきたいなっていうところがお相手のお気持ち、今考えているところで出てきています。ただそのそうですね、あなたに対して好印象なんだけれども、ソードの点が入っているので、そうですね、ワンドの A とソードの点、ちょっとバタバタしていたかなっていうのがお相手のところで伺えますね。あなたの方もお相手のことを考えるとワクワクしたり、もっと仲良くなっていきたいなっていうふうに未来をもうすでに考えているんですよね。未来を見ていて、どうしようかな、こうなったらいいなっていう期待する気持ちっていうのが膨らんでいます。もしかしたらね、そのお相手があなたのことを気にかけてくれてるなっていうのもなんとなく感じ取ってる方もいるかもしれないですね。で、これから仲良くなってみないとどうなるのか、今このお相手があなたに好印象を抱いているんだけど、この先ね、この先これがしっかりと恋心になっていくのかどうか、恋愛関係になりたいのかどうかっていうのはこれから先で決まってくるんじゃないかなっていうのも入ってきています。まずね、おしゃべりしましょうっていうのが出てきていますね。どんな風にアプローチしていけばいいのかなっていうと、そうですね、こう周りが気になるっていう方もいるかもしれない。なので例えば人のたくさんいるところでしか会えないとか、二人きりになかなかなれないからとかね、あとは連絡先どうやって渡そうとかね、そういうことを考えています。どんなやり取りしようかなっていうふうに考えているんですが、あなたの方がね、お相手もそうかもしれないけど、まずその連絡先渡していない方、連絡先知らないっていう方は、まずそこからですね、一つずつ積み上げていくことです。まだ連絡先知らないよっていう方も多いと思うんですね。そんなにこう長い間浅い関係性ですというよりは、最近出会った、まだ出会って日が浅いっていう方の方が多いのかもしれないです。そうですね、じっくりと時間をかけて育んでいくこと、焦らないことっていうのがアドバイスとして入っています。ただし連絡先まだ交換していないっていう方は、連絡先を交換する勇気持ってっていうのが出てきています。で、連絡先はもう知っていて、あとはデートのお誘いするだけなんですとか、これから LINE とか使ってもっと深く知っていきたいんですっていう方は、勇気を持ってあなたの方から羽ばたいていってくださいっていうね、カードも出てきています。そんなアドバイスですね。気持ちを切り替えていきましょう。切り替えが大事だよっていうふうに出てるんですね。積み重ねっていうのももちろん大切です。これからのステップを踏んでいくにあたって、お互いのいずれはね、本心を話し合っていけるような深い関係性になっていくためにっていうことで、長いスパンで考えてください。明日明後日でどうにかしようっていうふうにまず考えずに、だけど
だけど動かなければこの恋は進展していかないよっていうこともカードは教えてきてくれてるんです。しっかりと状況を見極めて、あなたの方から動く、前向きにね動いてください。フランクに動いてもいいと思います。重く考えすぎずにね、軽い気持ちでいいと思います。もう少し気持ちを軽く持って、ちょっと寄ってみたんですとか、顔出しに来ましたとか、そのままストレートにちょっと顔見たくなっちゃってとか、声が聞きたくてとかでもいいと思うんですね。こうあれこれ理由を考える必要はない。シンプルにまずね、やる目標を決めて、連絡先交換するのかとか、深く話していくのかとか、自分からアクションを起こすっていうのがいいのかなと思います。待ってるだけだと変わらないので、変えていきましょう、仲良くなりましょうっていう風に出てますね。お相手がちょうど今あなたのことを深く知りたいとか、今好印象っていうところがずらっと並んできてるので、この機会をぜひ逃さずに動いてみてください。これはその連絡先知ってる知らないとかにもよって変わってくるんですね。ただそのやっぱりここに出てきているのは、あなたが今悩んでるっていうことですね。方向性が定まっていない道のカードです。どの方向に進んでいこう、自分から行こうか、行く勇気が出ない、自分に気合を入れてっていう風に出てきています。でもね、お相手のお気持ちが今ここでカードが教えてきてくれたので、前向きに取り組んでいけそうですよね。あなたが進んでいけばこれ掴み取っていける、仲良くなっていけそうだよっていう風に出てきています。ではオラクルカードを使ってどんなアプローチ方法を取っていけばいいのかっていうのをもらっていきます。出てきているのはまずおしゃべり、トークです。コミュニケーションっていうところで、おしゃべりというか、あの LINE とかメールとか連絡先を交換するっていうところに焦点を当ててください。そこがテーマになってくると思います。連絡先知ってる方はまず自分から連絡取ってみるとか、普段から連絡取り合っていて、まだそのお仕事の関係からプライベートの仲になっていないっていう方はプライベートの話をしてみるとか、お誘いしてみるとかでもいいし、連絡先知らないって人はもうそこから抜け出すんです。あなたが重いものを心に抱えていませんか？重いものっていうのは先へ行くことへの不安です。本当は仲を深めていきたいのに、それを遮っているものは実はあなたの思考の中に入っています。頭の中で今ぐるぐると考えていること、それは実はもう今のあなたには必要ありません。1枚もらっていきましょう。勇気のカードですね。荒波です。荒波だっていう風にあなたが感じてるかもしれないけど、勇気を持ってっていう風にね、応援してくれています。頭でっかちになっちゃいけないよっていう風にね、入ってきていますよ。だからね、この自由のカードも最初にテーマカードとして出てきていたのかもしれません。こうやって怖がっていて動かない方が安全なんじゃないかじゃなくて、やってみよう、自分なりの方法で進んでみよう、羽ばたいてみようっていうのが出てきています。これがテーマですね。勇気を持ってアプローチしてみてっていうこと。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。でもね、安心しますよね。このお相手の今のお気持ち状態っていうところを見てると、好印象を持たれてるような気がするので、ぜひね、ここは仲を進展させていきましょう。こちらのオラクルカードからのメッセージです。凍らせるっていうね、カードなんです。欲しくないものは凍らせてしまいましょう。あなたにとって不愉快なことや気分が悪いこと、見たり聞いたりして、あと考えすぎていてぐるぐるしているようなものは、紙にどんなことを不安に思ってるのかとか、どんなことが嫌なのかっていうところを紙に書いて、くしゃくしゃっと丸めて冷蔵庫へ入れると、あら不思議、それは全てなくなっていくっていうようなおまじないのカードなんです。ぜひこれを実践してみてください。冷蔵庫っていうふうに思うかもしれないんですけど、凍らせてしまえばなくなっちゃうよっていうふうにね、言ってるんですよ。ということは、あなたにとって今変わりたいもの、何から何へ変わりたいのか、何をなくしたいのか、
不要なものっていうのをまとめて、あとは冷やしましょうっていうことでね、そういうおまじないが入っています。冷蔵庫に入れなくてもいいんですけど、冷やすようなイメージを持つだけでも大丈夫だと思います。ぜひこの恋を進展させてみてくださいね。そうするとね、また一段とねトークが弾んでいくようになるとか、もうあと一歩なんですよ。勇気を振り絞っていくと案外すんなりと進んだりとか、お相手が受け止めてくれたりとかすると思いますので、ここは軽快さっていうのが今一番いいのかな、アタック方法としていいのかなっていうふうに出てきていますね。すごいですよね。動物のタロットカードなんですけど、鳥のねカードがこうやってたくさんポイントポイントで出てくるので、うん、未来期待しているばかりではなくて、自分からいざ動いていくんだっていうことでした。そしてね、お相手の方も今現在自分からはなかなか動けない、動きを見せることができないよっていうソードの点が入ってるので、そうですね、あなたのことについていいなって思っているんだけど、自分からアプローチする勇気がこの人にもないのか、それとも今この人がそうですね、あなたとの恋愛を進められないんじゃないかって自分の中で思っていて動かないのか、何にしろこう不安とかもうダメなんじゃないかっていうふうに思ってるところがある。でもね、魅力的だっていうのはしっかりとここで入ってきてるので、頭の中はあなたのことを考えてはいるんですよ。じゃあ動くのかって言ったら動かないっていうのが出てるから、ここはね、あなたからの動きを出していった方がいいと思います。そしてソードの点だから、この人がそうですね、例えばなんですが、あなたとのことじゃなくて現在体調を崩していたり、忙しい、バタバタしていて、今ちょっと忙しい、恋愛する気持ちがあってもなかなか時間を割けないってこともあるかもしれないし、あとね、連絡なかなかお話できないとか、連絡し合えないとか、そういうことで悩んでる可能性もあるので、まずはこの人の状態っていうのをよく確かめてみてくださいねっていうアドバイスも入ってるんですよ。それ込みで軽快なトークっていうのを繰り広げていくといいでしょう。このお相手の状態っていうのもチェックしてみてください。今回は浅い関係性の片思いの行方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、浅い関係性の片思いの行方。今のお互いのバランスや、お相手があなたのことをどう思っているのかというところを見ていきます。そして今よりももっと仲良くなるアプローチ方法っていうのももらっていきましょう。まずは今現在の恋愛のこの恋のねテーマとなる1枚をオラクルカードからもらっていきます。このテーマには様々な意味が込められているんじゃないかと思うんですね。今課題となるようなテーマかもしれないし、あなたにとって必要なものテーマですね。まずは1枚もらいます。はい、こちらのカード、フロー、流れですね。この流れがどのように、発揮されていくのか、どのように使っていけばいいのかっていうのを深掘りして見ていきます。次にお互いのバランス見ていきますね。あなたとお相手、ノルマンカード4枚使って見ていきます。お選びいただいたのがムーンウィッシュっていうカードと、こちらもね満月のカードが出てるんです。後で細かく説明していきます。まずは見ていきましょう。あなたの方のカードでハート、お相手です。お相手の方がスター。はい、そして道のカード、もう一枚出していきます。雲のカードですね。離れてしまう、距離があるっていう方もいるかもしれません。今現在離れているとか、なかなか会えないとか、浅い関係性なので、
連絡まめに取り合えないとかね、連絡先知りませんとか、まだちょっと距離があるような、そんな関係性の方が多いんじゃないかと思うんです。例えばね、浅い関係性でも同じ会社でそこからプライベートの中に持っていけないって人もいれば、少しね離れていて毎日会えるわけじゃないんだけど、でも遠くから見つめていいなと思ってるんですとかね、そういう方もいると思うんです。その中でも後者の方に多く当てはまる方がいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですね。毎日見ることができなくて遠くから思っていますとかね、時々会えてお相手の顔を見ると安心するとかドキドキするとかね、そのように伝わってくるんです。そしてあなたの方にハートのカードが出てるから、本当にドキドキするなとかね、この人のこと考えてると今自分の中で胸がいっぱいになるとかね、そういうときめきっていうのを感じます。そしてお相手の方も現在スターのカードが出てるので、あなたのことを意識してると思うんですよ。注目してると思います。あなたという存在を、自分のことを気づいてもらってないんじゃないかじゃなくて、たとえ距離があったとしてもあなたっていう存在をきちんと認識してるし、興味があるというか仲良くなっていきたいとかね、そういう希望のカードが入ってるから前向きに考えてくれてると思います。ただ距離がある分ね、距離っていうのは心の距離とか本当に物体的な物質的な距離もそうだし、距離があってなかなか会えないとか、ゆっくり話ができないとか、まだ深くね話をしていないから、まだ見えてこないことがあるなっていうのは感じています。でもそれはこれから浅い関係性だからね、これからどんどん可能性はあるから、深くして仲良くなっていくってことをやっていけば、お互いもっと知っていけることができるので、可能性たくさんあるよっていうふうに教えてきてくれてるんですね。そしてお二人のテーマとなることで道のカードが出てきています。これはあなたにとってのテーマとしても捉えてもいいかもしれない。これ道は選択肢とか分かれ道、どっちの方を選ぼうかなっていうことなんですね。これがこの流れ、フローのカードと一緒に入ってるので、このまま流れに身を任せるべきなのか、それとも自分から動くのかってことで、あなたがこの恋愛どうしようかな、あとはこっちとこっちどうしようかなっていうふうに今考えてることがあるかも。で、他にも気になる人がいるとかではなくて、あなたはこのお相手一本だと思うんですよね。一筋だと思うので、もし悩んでるとしたら、どうやってお近づきになろうかなとか、あとどうやって自分の気持ちを伝えようかなっていうことだと思うんですね。このとっても大切に温めてきた愛情っていうのがありますよね。どうやって表現しよう、どうやって届けようっていうことだと思うんです。はい。そしてアドバイスカードで雲のカードが出てきています。ということは、少しモヤモヤするとか、まだはっきり見えない、こっちの方が強いかな、まだはっきり見えないっていうことが多いと思う。それはでも見えないからもうダメだとか仲良くなっていけないとかじゃなくて、あとお相手がね気持ちを示してくれないと自分動けないんですとかではなくて、あなたの方から希望を持って動いていけば、絶対これは雲が晴れて晴れ間が出てくるよっていうふうに教えてきてくれてるんです。もやもやすることあるのかな。例えば優柔不断になっていて動けない自分に対してイライラするかもしれないし、お相手のことがまだよくわからないからどうしようって進めないっていうね、そういうのもあると思うんです。ただそのモヤモヤから今抜け出す時なんじゃないかなっていうのが入ってきていますね。あとはこの流れっていうカードがあります。流れを掴んでいくのかどうかじゃないのかなと思うんですよね。まだこううっすらと暗くて月明かりだけでよく見えない、ぼんやりしている。だからよく相手の本音が、相手の本心が見えないとか、ゆっくり会えないとかだと思うんですね。でこの流れを変えていきたいっていうふうに思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんです。流れに身を任せるんじゃなくて流れを変えたいじゃないかなと思いました。ではアニマルタロットを使ってお相手のあなたに対する今の思い見ていきます。浅い関係性だからまだ見えていないところもたくさんあると思うんです。なのでこの中にあなたへの思いプラス今の印象をっていうところでもらっていきます。
はい、ではもらっていきましょう。このお相手の気持ち、ケルト十字っていうスプレッドを使ってみていくので、この展開をした後にじゃあどういうアプローチしていけばいいのかなっていうところまで見ていきます。はい、月のカードが出ましたね。なんか月がね、やっぱり印象的だなというふうに思いました。はい、では、少しカードをきれいに並べていきます。そうですね、このように少し見えづらいかもしれないんですけど見ていきましょう。でもね、そのすごく明るい結果になっていきますから、少しずつ順序を踏んでやっていきましょう。やはりまだ見えていない関係性っていうのがどうしても浅い関係性なので出てきてはいるんです。まだお互い距離が縮まっていないとか、まだ見えていないところっていうのが正直このお相手の中でも感じているところはあります。そしてこの人、消極的だなっていうのを感じますね。そのね、考えてることと、じゃあ実際この人が行動に起こすのかどうかって言ったら行動力はあまりなさそうなんですよね。自分に自信がないのか、多分そうだと思うんです。この恋愛を動かしていくのが、自分からこうアクションを起こすのが苦手、奥手とか消極的とかね、そういうことがちょっと伝わってきます。自分の中で勇気が欲しいっていう風にね、この人思っていますね。でも悩みやすかったり、いろんなこと考えていて動けないんですって、つまりは勇気が出ないってことですね。仲良くなりたいと思ってるんだけど、まだそこまでね、自分の中で積極的になれないんだっていうのがこの人のところです。なぜかというと、まだあなたが自分のことをどう思ってるのかっていうことが分かっていない。お互いまだ顔色を伺ってるっていうところがあるんです。だからやはり浅い関係性で、なおかつあまりこう会えないような関係性なのかなと思ったんです。仕事上の付き合いがあったとしても同じ会社じゃないとか、離れていて毎日話ができるような状態じゃないとか、連絡先知らないから仕事では会うんだけど実際やり取りできないとかね、ちらっと顔は見るんだけど言葉を交わせないとか、そういうなんかこう距離感っていうのをどうしても感じます。だからその仕事で毎日やり取りしててプライベートの中に持っていけないというよりは本当に距離を感じますね。普段めったに会って話しする機会がないとか、突破口がお互い見つかっていないような、そんな感じです。そしてお相手のあなたに対する印象っていうのが優しい人、っていうのが入ってきます。自分のことを優しい眼差しで見てくれて受け止めてくれるような温かい人っていうのが入ってきてるので好印象です。はい、そしてやっぱりこのまだ見えないところっていうのがあって、慎重なんですね。お互いが、あなただけじゃなくてお相手もなんです。とっても心の美しくて温かい人っていうね、あなたがとても大きな愛情を持っているっていうのはすごく伝わっています。でもこれは自分にとって恋愛的感情を向けてくれているのかなっていうところが見えていない。あなたが普段から周りに対して気を使っているし、優しいし気配り上手なので、自分も周りの人と同じように優しくしてもらってるだけなのかなっていうふうに思ってる可能性もあるし、でもそれほどあなたが大きな愛をみんなに向けて発している方だし、中でもこの好きなお相手に対しては特別に思っているんだけど、じゃああなたはお相手に対して特別だよみたいなことをアプローチしてるのかって言ったら、多分ね、遠くから見つめている、思っています、アクション起こせていませんっていう方の方が多いんじゃないかなと思ったんですね。慎重になってるよって、
いろいろ考えてはいるんです。こうした方がいいんじゃないかなとか、連絡先教えてくださいって気軽にポンって言えればいいんじゃないかなとかね、そういうことを考えてはいるんだけど、じゃあ実際動いてるのっていうふうになると、まだちょっとね、準備動けていない、心の準備ができていないとか、考えてはいるけど行動には起こせていないっていうあなたの状態や、お相手の方もね、あなたに対して今こう動く時なんじゃないかって自分の中でね考えているんだけど、でも心の中はすごく空にこもってるというか、自分から行く勇気がありませんっていうのが出てきてるんです。でもね、頭の上では何とかしなきゃなとか、急がなきゃとか、自分から動かなきゃみたいなことを考えてるんですよね。ワンドのエイトに運命のは、自分から動かなきゃというよりは物事が動いてほしいなっていうふうに思ってるんです。自分から動く勇気が出ないから、あなたの方から来てくれたら嬉しいなとか、タイミングよく顔を合わせる機会が増えたらいいなとかね、そういうことも入ってるかな。あと移動も入ってるから、離れてる方だったら近くにいられたらいいのになとかね、そういうことを考えています。でも何か事情があるのか、この人が消極的なのか、勇気が出なくて動けないっていうのが出てきています。そうですね、ただあなたに対する印象としては好印象なので、あとはじゃあ動くか動かないか、どうやって動かしていけばいいのっていうところなんですよね。そうですね、お互いが消極的だから、そう、ここです。カップの3番がポイントとして入ってくるんです。まずお友達からみたいな感じかな。あとはお友達を交えてみんなで交際しよう、グループ交際からっていうことで、つながりがあるんじゃないんですか。なかったら作りましょうっていうことで、少し積極的に働きかけてみましょう。で、自分で動けないっていう方は友達に協力を頼んでみるとか、あとお互いの共通の知り合いがいないっていう方はね、自分の友達を連れてきて協力をしてもらって声かけてもらうとかでもいいし、共通の知り合いがいるんだったらその人にお願いして、みんなで会えるようなきっかけを作ってもらうでもいいです。みんなでお食事をしたり飲みに行ったりするのがいいよって入ってますね。まずはグループ交際から、お友達から徐々に仲を詰めていきましょうっていうのがあります。楽しい時間を過ごすように心がけてください。そしてお相手の緊張感とか消極的なところっていうのを徐々に心を溶かしていくような気持ちで、明るい気持ちをどんどんお相手の心に送り込んでいきましょう。あなたにもそれが今必要なのかもしれないですよね。そしてこの人、好きな人がね、不安ですっていうのがとっても多く入ってきてるんです。そして揺れやすいかな、っていうのが入ってくるので、この人も多分優しい人だと思うんです。この好きなお相手も優柔不断とか悩みやすいのは多分優しさから来てるんじゃないかなって思うんです。だからお互いが気を使いすぎていて進まないっていうところもあるし、ただ優しいだけでそこに恋愛感情がないんじゃないかってお互い思い込んでいたりとか、それではでもね、進まないと、まず進んでみないとっていうところじゃないですか。そう思ってるだけで終わっちゃうのか、進んでみて確かめてみるのかっていうところを今問われているような気がします。そしてじゃあどうやってアプローチしていけばいいのっていうところで、いろいろ頭で考えすぎないでっていうのが入ってきてるんですね。あなたのところに、あなたの心を抑えているんじゃないのかなって。本当にこんなに大きな愛情を持っている方なのに、自分の心を傷つきたくないっていう気持ちの方が勝っていませんか。綺麗な心だから、ピュアな心だから、あなたがね、純粋な方だから、傷つきたくない、守りに入っている、遠くから見てるだけで満足していればいいんじゃないかって、どこか自分の中で納得しているところがあるんじゃないのかな。傷つきたくない、もうこれ以上痛いおことは避けたいっていう風に感じているところがあると思います。そのあなたのお気持ちもすごく大切だし、やっぱり怖いよね。浅い関係性だから、どうやって仲良くなればいいかきっかけすら分かんないっていう人もいるし、でもお相手も同じように考えてる。きっかけがあればいいなっていうふうに思ってるので、作りましょうきっかけ。
誰かの協力をもらってっていう風に入ってますね。そしてまず連絡先知らないっていう方も多いと思うので、連絡先交換するっていうことを一番の目標にしてください。で、すでに連絡先知ってますっていう方は、あとはあなたが勇気を持って先に進むことです。まずは連絡のやり取りの数を増やしていきましょう。程よいバランスでね、毎日毎日たくさん送るのではなくて、お互いのこのやり取りのバランスを見ながら、まずメールや言葉を交わし合うこと、挨拶送ることでもいいです。声かけるとかね、でもいいと思うので、言葉や文章を使ってお近づきになってください。あなたから動く、働きかけることがすごくいいです。ここは考えすぎてはいけませんって、考えすぎちゃっていて今心の通りに動けていないんじゃないかなって、仲良くなりたいって気持ちがあるけど、ああだからこうだからっていうことを頭の中で考えすぎていて、心セーブしていませんかっていうのがもう出てきてるんですね。はっきりと出てきています。ここは考えないで自分の思うようにまず動いてみようっていうことですね。流れを変えるんですね。ここそうですね、自分から流れを生み出していきましょう。そして自分一人で難しいなっていう時はお友達が協力してくれると思います。それではどんなアプローチ法がいいのかっていうのをオラクルカード1枚使ってもう少し深く見ていきましょう。もう出てきてはいますよね。あなたの方から勇気を持って動いてみる、計画をもっと念入りに立てることもいいと思う。もっと綿密にね、お友達とこうこうこうだからって作戦を立てて動いてみるのもいいし、根回ししてもいいよっていう風に入ってます。そしてもうちょっとねもらっていきましょう。前に進むっていうカードですね。もう明るい未来はそこです。夜明けのカードですね。ただ進むんだっていうことですね。すごいですね。もう道はもう出来上がっています。あとは進むだけだよっていうことで、心のままに流れるように進んでみてください。この光の方向へ。この光は何があるかって言ったら、お相手との調和なんですよ。今以上の関係性になっていく、仲が良くなっていくイメージをしてください。仲良くなりたいですよね。仲を深めたいですよね。その気持ち届けたいですよね。今この月のカードがね、印象的にたくさん入ってきたので、あなたの中でも満ち欠けするところがあると思うんです。月ってね、感情を表してるので、自分の感情をうまくコントロールできない日がある。好きな人のことを思っては夜が更けていく日もあるし、諦めようかなって思う日もあれば、やっぱり好きって思う時もあるし、あなた自身も揺れやすい方なのかもしれないし、それは何でかって言ったら、まだ確定していないからね。きっかけがつかめていないとか、確信できないことは動けない。そしてお相手も慎重だから、お互い様子見で、なんか気のせいなのかな、どうなのかなっていうところで、そこでね止まっているので、その流れを変えないとこの人もね動いていけないよなっていうところがあります。この好きなお相手からの働きかけを待つよりだったら動いた方がいいよっていう風に出てきています。全身あるのみっていう風に出てきてますね。はい、ということで必要なのは動く勇気だよっていう風に出てきていましたね。どうでしょうか。そしてお相手からの印象っていうのもすごくいい印象を持っていますから、共通の友達がいる方はぜひ友達っていうのをね頼りにしてください。で、友達いないっていう方はきっかけを作るのがいいかな。自分の友達を誘い込んで、みんなでアタックしに行くとかね、声かけてもらうとかでもいいと思います。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきます。月はあなたに忍耐を見せてくれる。次の満月になるまで待ってみてください。月の光を浴びてもやもやすることを月に流し込んでいきましょう。そんなメッセージが込められています。月に願いを、月にあなたのモヤモヤを飛ばしていきましょう。そしてその後に自分の叶えたいことをイメージしてください。そうですね、そのモヤモヤっていうと、先ほどの、ルノルマンカードでもありましたよね。雲のカードがここに
モヤモヤすること、まだ見えてこないこととかですね、それらをはっきりとさせるためにも、今自分の中で抱えているものを次の満月になったら浄化するイメージでなくしていくんです。減らしていって、今自分に欲しいもの、それは多分勇気や流れを変えるきっかけ作りや行動っていうところだと思うので、それを次にイメージします。月の力を借りる。今リアタイでご覧になっている方は、5月の満月は5月23日ですの夜になりますから、23日の夜過ぎですね、24日でもいいと思いますよ。満月以降にアクションしてみてください。そうですね、この好きな人から動いてくるというよりは、自分で動いていった方がいいかなと思います。全身のカードが入ってるから。そしてリアタイでご覧になってない方は、これを見た時から次の満月っていうのを自分で調べていただくと出てきますから、その満月まで自分の気持ちを整えておいて、満月になったらパッと動けるようにしておきましょう。ぜひ参考にしてください。今回は浅い恋愛の片思いの行方について見てきました。お相手が今感じているあなたの印象や、どんなアプローチをしていけばいいのかっていうのももらっていきましたので、ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、浅い関係の片思いの行方について見ていきます。お相手が今感じているあなたへのお気持ち、そしてどんなアプローチをしていけばもっと仲良くなっていけるのかというところを見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカードから、今この恋愛のテーマを1枚もらっていきます。今のお二人にとって必要なテーマとして捉えてください。はい、一枚もらっていきます。はい、トゥルース、信頼のカードです。どんなにね、厳しい現状、今の現状が辛かったとしても、信じる気持ちを忘れないでください。っていうことかな。信頼、信じる気持ち。あと、逆境に耐える力だったりとかね。辛いと思う時ほど、自分にとって何を信じてるのか、何を大切にしたいのかっていうところを何度も振り返って、厳しいかなって思うこと多いかなと思います。今の現状ね、あなたの心の中で、いや、この恋厳しいんじゃないかなって正直感じてるとか、だと思うんですね。では、お二人の今のバランスっていうところを見ていきます。はい、見ていきましょう。あ、でもね、4枚とも、いいですね。このように2人のバランス見ていくといいなっていうのをまずパッともう入ってきています。まず太陽のカードがここに2人をつなぐものとしてここに入ってきているので、明るくね、希望を持っていてくださいっていうのが入っています。たとえ今つらかったとしても、それは風がね、通り過ぎるかのようにじっと耐えておけば、嵐は過ぎ去っていって、その後に明るい太陽が出てくるので、すごくいいよっていう風に出てきています。だから今諦めるのもったいないなっていうのがありますね。あなたの中で諦めなきゃとか、辛い厳しいなと思うことがあるのかな。このように見ていくと、真実、自分の中で思いを伝えられない思いっていうのは、告白とかだけじゃなくて、自分の今話したいことをうまく話せなくて伝わらないとか、お相手の気持ち、本当の気持ちや何を自分に伝えたいのかってことの意思疎通がうまくできていないっていうのもあるのかもしれないですね。真実のカードでもあるし、信じるっていうカードでもあるんですけど、何を信じていいかわからないとか、迷ってるとかっていう方もいるかも。特にお相手の方に分岐点を表す道のカードが出てるから、この人の行く先、どんな方向性を示してくれるのかなっていうのがまだ見えてないから、不安とかね、
本音がわからないからっていうところもあると思う。でも自分の中では期待する気持ちもあるから、だから手放したくないこの恋っていうのはあります。たとえどんなに厳しかったとしても、今の現状がね厳しかったとしても、自分の信じる気持ちを持ち続ければ乗り越えられるんじゃないかっていうこともあなたは見えているし、あとはコミュニケーションをうまく重ねていけないところっていうのがあるのかも。重ねていけないというか、重ねていく必要があるっていう感じかな。テーマとしてはコミュニケーションっていうところなので、何かが明らかになるっていうふうに捉えるんだったら、お互いが今感じ合ってることとか、もっと仲良くなって本音をさらけ出していけるような明るい関係性になっていく、明るみになっていくよっていうふうに捉えるといいと思いますね。嫌なことが出てくるとかじゃなくて、あなたの中でも言いづらかったことが言える機会がやってくるとかね。こちらのカードも幸運を運んできてくれるコウノトリのカードが入ってるから、あと移動もこれ入ってるかな。今辛いことがある方は、辛いことっていうのが通り過ぎていくので、通り過ぎた後にチャンスがやってくると思うし、お相手が今分岐点っていうことは、まあ浅い関係性だからそんなに深く事情を知らないと思うんだけど、何かその後にね方向性を示してくれたりとかする可能性もあるからね。今例えば今までずっと忙しかったんですよっていうふうに言われるかもしれないし、ようやくね今落ち着いてとかポロッと相手から聞く機会が出てくるのかもしれないし、先は明るいから今こう荒れ模様かもしれないけどっていうことは出てるけどね。これは悪いカードじゃなくて、真実だったり信じるっていうことだから、コミュニケーションのカードでもあるから、明るいコミュニケーションっていうのがテーマかなと思いますね。あと飛び立っていくってことだから、我慢する必要ないんじゃないかなっていうのも感じるんです。身軽になって話しかけるとか、相手のことをね伺っていて、相手がどんな風に反応してくれるのかなっていうところ分かっていないんだけど、まずとりあえずやってみようかなっていう風に初めのステップを踏んでみると、意外とすぐに荒れていた景色が流れていって晴れやかになっていくんじゃないかなっていうのも感じるので、あとはタロットカードで見ていきましょう。こちらのアニマルタロットを使って、お相手のお気持ち、今現在のあなたに対する気持ちや印象っていうところをケルト十字というスプレッド展開を使ってもらっていきます。お相手のところに道のカードが出てるので、悩んでるか方向性が定まっていないのか、または決まっていたとしてもまだ明らかになっていないっていう可能性があります。それをこのケルト十字を使って深く見ていきます。そしてどうやったらもっと仲良くなっていけるかなっていうのも見ていきましょう。ですね、一部の方ではお仕事関係の方なのかな、仕事で知り合ったよとか、同じ会社にいるとか、あとはどちらかの会社に出入りしているとかね、お店の店員さんとお客さんとか、そのような関係性の方もいるかもしれません。そしてこの今のね、この好きな人なんですけど、バランスをとっていますね。自分の気持ちをセーブすることによってバランスを取ろうとしていますっていうのは入ってますね。その方がうまく今の関係性保っていけるんじゃないかなとか、浅い関係性なんだけど、今の状態をキープしておきたい、おきたいというか、その方がいいのかなとは思っています。自分から仲良くなっていきたいとか、そういう気持ちよりも、そうなれたらいいなっていうのはありますよ。そうなれたらいいなって。だけど、今のこのチームワークというか、2人の関係性を乱すようなことになるんだったら、それよりだったら、
自分が仲良くなってみたいなとかっていう気持ちを抑えて今の関係性をキープしておいた方がいいのかなっていうのが入ってるので、だから立場上関係性がある方なのかなと思ったんです。仕事上の付き合いがあるとか、上司と部下とか先輩後輩のようにプライベートの中に持ってったら、こっちのね、あの仕事上の関係とか、そこで社会的な関係性が崩れちゃうから、あえてね、今の状態をキープしておいた方がいいのかなっていうのがあります。そうですね、だから遠くから見ている関係性とかではなくて、同じコミュニティの中にいたりとか、ね、同じ会社だとしてそこからプライベートの中になっていないとか、連絡先知ってるんだけど今以上の関係性になっていないとかね、だと思います。プライベートの中になりたいけど、こっちの関係性ね、社会的な関係性、パブリックな関係性っていうところを保ちたいっていうのが出てきています、お互いが。であなたの方はそれを込みでね、それを込みでプライベートとしても発展させていきたいんだけど、さあどうするっていうところですね。さあそこを見ていきましょう。この方があなたの上司とか、あと店員さんかな、もしお客さんと店員さんだとしたら向こうが店員さんっていう可能性が高いかなと思います。何かしらの関係性がお互いの中で成立しているような間柄ですね。あとは2人だけじゃなくて、同じ会社だったら周りの人っていうのも関係してくるから、その輪をね、乱すことないようにっていう風にね、向こうがね考えてる感じがします。今の立場を崩せないっていうところかな、うん、であなたに対する印象としては、そっちのパブリックな関係性のイメージっていうのが強いので、気にはなるんですよ、気にはなる。今の立場の関係があったとしても、その立場としての気にかけているっていうのはあるんですよ。そしてプライベートの中に、じゃあプライベートとして気にかけてくれてるのかなっていうところだとしたら、それもね気になってるよ。プライベートでも仲良くなってみたいなって気持ちも芽生えてはいるんだけど、やはりこのパブリックな関係性ってところが強く今働いてきてるなっていうのは感じますね。じゃあどうやってアプローチしていけばいいのっていうところで見ていくと、まず今の関係性っていうのをキープしていくのかっていうところかな、うん、今のもしその本当にね、そのパブリックな関係性多分持ってる方多いと思うんですよ、立場になる方、お客さん店員さんとか、教える側教えられる側とか、会社の中の立ち位置とかあると思うんですけど、それを踏まえて、それをプラスで、プラスプライベートの中に持っていくのかどうかっていうところを考えてねっていう風に入ってきています。乗り越えていけるかどうかっていうことで、今以上の関係を求めていくっていうのが一つ入ってるかな。今のバランスでもね、保っておきたいところもありますよね。だからそのせめぎ合いなんですよね。今の関係性を崩さないように発展させていけるかどうかっていうところが大きなポイントかなと思います。そう、どちらかが上の立場かなっていうのも入ってるし、やはりこう責任っていうのも伴ってくるようなお互いの関係性だから、そこですね、うん、うまくやっていけるかなっていうところで、相手の方は崩したくないっていうのがまず一番の大前提に入ってくるから、プライベートの中に持っていっても今の関係性ね、パブリックなところの関係性が崩れないのであれば、それはそれでいいなっていうのは思ってくれています。ただこうやって見ていくと、ここソードの4番が入ってるので、やはりこの立場っていうところがどうしても引っかかってくるかなと思うんです。立場や今の関係性、今の浅い関係性っていうところを乗り越えていくかいかないかっていうところで、かなり仕事、お仕事関係っていうのが入ってくるかなと思います、うん、どちらかの職場に関わっているか、お互い同じ職場にいるかっていうのが強く入ってきているので、どうそれを切り抜けていこうかなっていうところですね。そしてお相手の方で前に、なんかいろいろ考えちゃってっていうところがあるんですね。それは何かなっていうところを少しもらっていこうかなと思います。ノルマンでもらっていきましょう。今までのことを考えると、
なんかね、そのやはりこの立場関係性ってところを崩さない方がいいんじゃないかっていう結論に至ったんですよっていうのが入ってます。かなりガードが固い、真面目で誠実な方っていうのもあるんだけど、一回こうなんだろうな、いざこざがあったとかっていう可能性があるんですよね。あなたとの間かもしれないし、そうですね、うん、ブーケのカードだ。なのでこうデートしたよとか、浅い関係性なんだけど距離詰めようとか、そういうきっかけがあったとかね、一度お誘いして断られたっていう方もいるかもしれない、過去に、うん、そうですね、お誘いを断っちゃったとか、あなたがせっかくお誘いしたんだけど向こうが都合つかずにお断りしちゃったとか、勇気持って連絡先教えてくださいってところを言ったんだけど、うんっていうような感じでね、なってしまったのか。なんでかって言ったら、この人が今の立場っていうところをすごく責任感強く感じているからですね、っていうのはあります。うん、じゃあどうやってそれを切り崩していくというか、この人は今の立場っていうのもちゃんと保っていきながらっていうところは絶対ここは死守したいっていうのがあるから、じゃあそれをねキープしていきながら深く深く付き合っていくためにどうしたらいいのかなっていうのを見ていきたいんですけど、そうですね、今以上の関係性になっていくんだったらエネルギーを貯めるっていうのがあります。そしてお二人の恋愛のテーマとなるところにコミュニケーションや真実っていうカードが入ってますね。もう一度ここに立ち戻って照らし合わせていきましょう。実際過去にやり取りがあって、ね、あの現在浅い関係性だけどね、勇気を振り絞って過去にいろいろ行動に起こしてみてうまくいかなかったっていう人はより一層慎重になりますよね。なんかね、このワイドの中でもそうだな、こういろいろ考えちゃったんだっていうところがあります。どちらか一方が良かれと思ってやったことが裏目に出てしまったとか、それを今でも気にかけていてあまり深く入っていかない方がいいのかなっていうふうに感じていたりとかもするんですね。だから、なんかセーブかけてるっていう感じで入ってきます。例えば噂話とかで右往左往しちゃったりとかっていう可能性もあるんですよね。このコミュニケーションの行き来っていうカードで、その中から何を真実として自分が受け取っていくのかとか、自分が発信していくのかっていうことなんですよ。で、その情報、誤情報とか噂話とかです。結構左右されちゃった過去っていうのがある。もしくは本当にそのまま単純にコミュニケーションのすれ違いっていうのがあって、勇気が出ない。仕事関連だったら話できるけど、前に失敗しちゃったから怖くてプライベートの中に進展させていけないっていう人も多いかもしれないですね。どうしようっていうところなんですね。ここで出てきてるのは、周りのことに左右されずにっていうのは出てきています。あなたが今以上の関係性を望むのであれば、まずは自分の気持ちを伝えてみること。もう一度前に伝えて失敗した、怖いっていう方はでも勇気を振り絞ってもう一度踏み込んでみることで、あとは周りの人っていうのも関係してきてるかもしれないですね。なんか周りのこといろいろ考えちゃって何が真実かわからなくなっちゃったとか、言った言わないとか、何が本当に正しいんだろうとか、今ちょっと止まっちゃってる状態、どうしたら突破口を見つけていけるかな。本当はこのお相手とコミュニケーションを重ねることが一番いいんです。たとえそれが仕事上の関係だったとしても、途切れることないようにまずずっとご縁をずっと保っておくことっていうのが一番今ベストかなと思うんですね。絶対途切れさせないでっていうのが入ってくるので、あの疎遠にならないことっていうことですね。なかなか会えないとか、いつも一緒にいるんだけど
連絡しづらいとかっていうね、いろんな方がいると思うんですけど、そのお相手と縁を途切れさせないこと、ずっと保っていることっていうのがある。どんな関係性でも今はまずそれで様子見てっていうことですね。うん、強力な助っ人っていう、あのガイドですね、ガイド、きっかけというよりは存在だと思います。流れが変わるっていうか、協力してくれる人だったり、相談に乗ってくれる人、頼もしい存在、頼れる存在っていうのがいると思います。これから現れてくる可能性ももちろんあるし、あなたが素直に打ち明けると、あ、そうなんだねって、この人のこと気になってるんだ、応援するよって言ってくれるような人が現れると思うし、今いろいろありますね、ここね。やはりこういろんな情報の行き来っていうのがあって、他に気になる人いるんじゃないかとか、 SNS を見ちゃってとかね、そういうことがありそうな感じがします。対人関係で考えてる、悩んでるっていうのがあって、お互い前に進めないとか、周りの目が気になってとか、同じ職場にいるからねとか、例えば店員さんとお客さんだとしても、周りに人がいるから連絡先渡しづらいとか、いろんなこと気にしちゃうんだって、あと情報に惑わされちゃうんだっていうところがあるので、そういう時にここですね、メンターの存在が大きく力強い存在として入ってきますね。この人に相談するとか、行動力のある方だと思います。リーダー的な存在です。温かくて優しい方かもしれないし、もっとリーダー的にグイ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 行くようなパワフルな方かもしれないので、今こうどちらかでピンとくる方でも、人前に立つのが得意だし、話がうまいし、信頼できる人っていうのは共通して入ってくるから、男女問わずあなたが今思い浮かぶ人に相談してみてください。そしてヒントをもらうとか、この方があなたに良いアドバイスをくださると思うので、あと今の対人関係の揉め事や、そうですね、連絡先交換するしないとか、そういうのも全部助けてくれると思うから、困ってること、対人関係や連絡のやり取りについて困ってることは、この人に力添えをいただいていきましょう。今はすぐに動かない方がいいのかなと思います。焦っていろいろ動かすよりだったら、逆にこう途切れないようにっていう感じだから、そうね、その相手が遠くに行っちゃうかもしれないんですよ。コウノトリのカードが入っていたから、移動が入ってくるんですね。で、そのお二人の間でどちらかが移動になっちゃって離れちゃうよとか、あとちょっと前まで一緒に働いていたんだけど、今転勤とか移動になったりとか、契約終了になって離れてしまったとかっていう方もいると思うんですね。だからそのご縁を途切れないように保ってねっていうのも入ってるかな。お相手の方がパブリックな関係性っていうのを保ちたいっていうのがあるから、じゃあそのパブリックな関係性だけでもいいから保つように働きかけていけば、そこだけはキープされるから、あとは折を見てプライベートな中に持っていく、進展させていく、ゆっくりと育んでいく。今片付けなきゃいけないことが多分他に先にね、優先的に片付けていかなきゃいけないことがあると思うから、それを片付けて終わらせてからゆっくりと育んでいくっていうのがいいのかなと思います。嵐が過ぎ去るのを待つかのように、今辛抱強く耐えたり対処したりする必要があるものがここに今あります。ですね、なんか過去にいろいろあったのかなっていうのは出てますね。浅い関係性で見てはいるんですがね、ちょっと話しかけようかなと思ったんだけど、なんかごめんみたいなこと言われて、あ、なんかもうダメなのかなって思っちゃったりとかするのかな、そんなことがあったのかなって思ってます。だけどあなたの中ではいろいろあるけどね、でも自分の中で希望っていうのはずっと持ってるよっていう、あなたのスターのカードが出てるから、これは大事に持ち続けてください。やがて霧が晴れてね、嵐が過ぎ去っていって、それから太陽っていうのが出てきますから、この太陽が出てくるまで待つのかな。今はまだここ保つ、今のラインを保っておく、これ以上距離を空けない
ていうところをまずキープして、あとは徐々に本当に公の存在とかパブリックな関係性でつながってるんだったら、そこから徐々にじわじわ攻めていくっていうやり方が今はね一番いいのかなっていうのは出てきていますね。この3番をお選びいただいた方、諦めなければ希望はある、2人をつなげるものは太陽だから必ず中は進展します。それが今すぐじゃなかったとしても、お相手の行く先っていうのを見守ってください。そのようなメッセージが伝わってきます。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これはもう手放しのカードです。必要のない気持ち、思考、情報っていうのを整理整頓していきましょう。本当に必要なものだけを選び取ってください。そしてこれはおまじないのオラクルカードなので、そのためにじゃあどういうおまじないをすればいいのかって言ったら、今の季節なかなかないかもしれないんですけど、落ち葉を集めて、そしてふわっと風に乗せて流してくださいっていうおまじないがあるんです。もし落ち葉を見つけたら、少しでもいいから何枚かかき集めてパッと手から離してあげてください。それが手放しのおまじないになります。そう、イメージするだけでもいいと思います。落ち葉ね、今の季節なかなかないと思うので、イメージして膨らませて、自分の中で何を手放ししよう、何を選び取ろうっていうところをイメージしてください。不安はね、いろいろありますね、やっぱりね。この好きなお相手にも不安あるんですね。過去結構不安だったよとか、いろんなこと考えちゃって今の状態キープしてるんだっていうのが伝わってくるので、このお相手の気持ちね、今のバランスとか立場っていうところも尊重していきながらね、やっていくといいのかなというふうに出てきました。今回は浅い関係の恋の行方、お相手の今のお気持ちと今後どんな風にアプローチしていけばもっと距離が近づいていくかなっていうところを見ていきました。3番をお選びいただいた方は、物事がすぐ動き出すとか、あなたが働きかけていけば急激に変わっていくというよりは、今の関係性を保っていきながら突破口を見つけていく、じわじわ攻めていく、メンターの存在を頼りにするというのが入っていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。浅い関係性の片思いの行方について見ていきました。どんなことをしたら今以上に仲良くなっていけるのかというアプローチ方法も見ていきましたし、お相手の今現在のあなたに対するお気持ちっていうところももらっていきました。ぜひ参考にしてください。では今回は3択占いやっていきましょう。そうですね、お相手と仲良くなっていくためにどんな方法を取っていけばいいのか、ルノルマンカードでさらに深掘りでもらっていきましょう。左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。アプローチ方法について見ていきます。この中から1枚お好きなものお選びください。ではお選びいただいたでしょうか。早速めくっていきましょう。では行きます。まず左をお選びいただいた方です。スターのカードです。希望を表しています。で、どんなアプローチ方法がいいのかということなので、夜ですね、まず時間帯としては夜で、できれば晴れている星空が見えるところがいいと思います。浅い関係性なので、いきなりねデートに誘うっていうのが多分難しい関係性の方が多いのかなと思うんですね。まずお近づきになることが多分ね目標にされている方が多いと思うんですが、連絡先知ってるよっていう方だとしたら、ぜひねプラネタリウムとかデートに誘ってみてください。映画館とか少し暗いところがいいかも、室内とか。夜のデートもいいと思うんですけど、まだそこまで関係性縮まっていないんですっていう方もいると思うので、まだそこまでデートまではっていう方だとしたら、夜の時間帯に連絡してみるとか、連絡先知らないっていう方は星をモチーフにしましょう。
ラッキーモチーフとして星のアクセサリーや星柄を身につけるとか、この好きなお相手に話しかけるときに星柄のものを身につけるとかね、あとは星に関することで話しかけていくとか、星をイメージしたものを持っていきましょう。話題として持っていくのもいいと思います。そして次、真ん中をお選びいただいた方です。はい、雲のカードです。どんな風にアプローチしていけばいいのか、曖昧にしないことっていうのが入ってきます。ストレートに行きましょう。うまくいかない時もあると思います。勇気が出ない日とか、今日は行けそうだと思う日もあるかもしれない。でもなかなか会えないよっていう関係性の方は、もう次会ったらはっきりとストレートに言おうっていう風に決めておくとか、うやむやにしないことっていうのがあるから、うやむやにしちゃうと後悔するよっていうのが入ってきてるので、あとは毎日会える方だったら、今なら行けそうだとか、今日は忙しそうだから無理だとかありますよね。行けそうだっていう時にパッと動くことっていうのが入ってきています。それぞれの関係性で当てはめてください。ただ共通してはうやむやにしないことっていうのがありますね。動く時はしっかり動く。そして右をお選びいただいた方です。どんなアプローチをすればいいのか、ブックです。同じ趣味がある方はその趣味を通じてお話しするとかでもいいと思います。あとは本だから、本の貸し借りもいいし、この雑誌読んでるんですよとか、この本面白いんですよっていうことで本を話題にするのもいいと思います。あとは学び、資格っていうのも表しているので、それ関連することね、思い当たる方は資格などについてお話をするっていうのもいいと思います。お相手が専門職だったりとかすると話題振りやすいですよね。そしてラッキーナンバーももらっていきます。ラッキーイニシャルと、ラッキーナンバー左の方は16番で S です。真ん中の方は6番で C です。左の方は26番で B です。 SCB、 これもぜひ参考にしてください。そしてこれね、全部ね6がついてますね。16626と、この数字も参考にしてください。5月だと5月16日6日26日ってなりますね。その日にちもね、ぜひ参考にしてください。どうやったらお相手ともっとうまくやっていけるかっていう具体的なアプローチ方法も補足としてもらっていきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。